駒野選手、森崎兄弟。去年12月、間もなく退任するサンフレユースの寮長稲田さんを送ろうと、ユース出身者を中心におよそ140人が集まった。ユース生にとって稲田さんは3年間お世話になった恩人だ。まあ、ユース出身者がやっぱりその社会人出て恥ずかしくない生活ができているのも2人のおかげなんで。稲田さんが寮長を務める三ツ矢寮は吉田町にある。サッカーが上手とか下手とかいうよりかね、ここで3年間コツコツひたむきに努力してればね、きっといいことがあるよという言い方をするんですね。社会出た時に、ね、花開くというのが一番目的ですのでね。松田に勤めていた稲田さんは、寮が建てられた17年前に寮長を引き受け、以来奥さんと2人で住み込みで子供たちの面倒を見ている。ポリシーはサッカー選手の前にきちんとした人間であれ。いってきます。稲田さんの教えは至ってシンプルだ。いってきます。いらっしゃい。決して難しくは考えないんですね。やっぱりまあ朝起きたら、出会ったらおはようございますから始まるじゃないですか。まあそういったことがまあできて当たり前だし、ちょっと丁寧にここはやるような。掃除、洗濯、整理整頓、自分のことは自分でやる。失礼します。極めつけは携帯電話、夜10時半には回収する。確かに高校生って言ったらこの10時半からが本番みたいなのが多分あると思うんで、きつかったですね最初は。それがだいぶもうやることもないんで、結構それで多分早く寝たりとかできるんで、そういう部分が一番大きいかなと思います。サッカーというのは即生活だと思ってるんですよ。私生活がのことがね、やっぱりグラウンドで現れるんですね。当たり前だけどとっても厳しい生活指導。今年プロ入りを決めた稲見選手に聞いてみた。自分がこういい風になろうとしてくれているための厳しさなので、そこは本当にもう受け止めて、それがあったからその今があると思うんで。なんかとかちょっと反発したとかいうことはなかった？ちょっとまあ理不尽なところがまああったんですけど。いやそれはでもこの理不尽さをね、経験できるというのはやっぱり人間成長するために大事なことじゃないかなというふうにまあ思いますけどね。こう豪語する稲田さん、しかしそのありがたさが本当に分かるのは社会に出た時だ。駒野選手はジュビロ磐田に移籍した今も寮長を訪ねてくる。この間の南アフリカ大会の駒野選手の着用したユニフォームですね。これをもうなんかこう丸めたような状態でユニフォームですってパッと何気なく持ってきてくれるんですけどね。やっぱり寮長寮母さんに叱っていただいたことで、ね、そう簡単な、マイナスなことが入ってもすぐ立ち直ることができるので、ね、自分の、ね、広島での、やっぱいいお父さんお母さん。ユースから大学へ進みプロになることのできた富成さんも、寮生活が今の自分を支えていると話す。ユースにいるときあんまり試合出れる感じじゃなかったんで、そんな時でも寮長寮母さんにすごい声かけてもらって、で努力すれば絶対何かしら自分のためになるって言われて、まあ、3年間一生懸命努力させてもらったのが、まあ、こうやってプロっていう形になってますし。去年10月、高円宮杯で優勝したサンフレユース。当時のキャプテン宗近さんはどうしても優勝したかったという。今までお世話になってきて、こういう形で恩返ししよう、こういう形で恩返しできるのが僕たちがこれ最後だし、寮長と寮母さんたちのためにっていうのもあってやっぱ優勝できたじゃないかなと思いますね。
17年間の寮長生活に終わりを告げた稲田さん。その教えは多くの子どもたちを支えている。大勢のですね、あの子どもたちとの出会い、また感動、これ私の本当の一生涯の忘れられない宝物だというふうに思っております。いい出会いをさせてもらったことに感謝をしております。